リルデューは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、バンデ県のコミューン。有島一つで、コミューンとなっている。主要な集落は、ポール・ジョアンビル、サンソ、そして、ラムールである。有島はかつてアウギア、またはインスラオヤと呼ばれていた。これは、ゲルマン語を、ラテン語化したもので、アウギアとは島を意味するアウジョである。時には、一般的な地名詞や、おふざけで、 神の島と呼ばれる。コミューンは基本的に夕島一つで構成され、他に岩屋省が含まれている。島は本土からおよそ2 0キロメートル沖合にあり、全長は 9.5km、幅は4キロメートルである。島は二つの異なる要素を持つ。衛星写真等の南部全体が古い村を一部、除いて住宅建設が禁じられている。 島の人口のほとんどは北岸に集中しており、島の中心となっている。ラムール集落カザグルマアトドルメン、列石の存在から、新石器時代より人が定住していたと考えられている。当時の島は、カシの森林で覆われていた。島には他に例を見ない密度で、痕跡や巨石記念物があり、バンデにおける、新石器時代の人類の存在を証明している。これは、 氷河期末期に海の水位が低く往来に適していたことを理由に人が初めて島に定住したのである。シャテレ岬には古代の防御壁の名残である全長の長い塚がある。夕島はおそらく戦死時代の信仰の地であった。ローマ時代の痕跡はわずかにある。トライアヌステイとハドリアヌステイのメダルが島の南岸で発見されている。このことは 南岸の険しさから地中海からやってきた艦隊が破壊されたことを示唆している。修道院の年代記は6世紀の出来事を我々に伝えている。ベルトの聖マルタンは伝道のため夕島へやってきた。彼はサンスブール教会の最初の建物を建てた。そしてアイルランド島のバンゴール修道院からやってきた聖、コラムバの修道士たちが聖イレールに捧げた最初の修道院を建てた。 こうした基盤は9世紀のノルマン人襲来で破壊されてしまった。846年、島はノルマン人によって焼かれ、略奪された。トゥール近郊のマルムーディエ修道院、そしてポワティエのサンシプリアン修道院の修道士たちは、サンテティエンヌ修道院を新たにケルシャロンの高台に建てた。そして、サンソブール教区教会を建てた。 夕島は17世紀まで公爵が治める領地だった。継続して異なる時代ごとに大貴族が数多くの外国軍の侵略から住民を守るため設計された防御システムを展開してきたのである。11世紀に城が建てられた時、まだ木造であった。1356年、南岸の崖で島から隔てられた岩の上に石造の城が現れた。主に、 イングランドによる複数回の軍事侵攻は15世紀から17世紀の間に集中する。1550年にスペイン軍によって城が包囲された際に人々は牢状を耐えた。その後、ルイ14世は城が敵の手に落ちぬよう城の破壊を命じている。14世紀、密輸が盛んになったことを受け、島はフランス化の恩恵を受けた。 1785年に、ルイ16世は、島の領主権を購入した。17世紀、部員島のように島民は、タバコの葉で発展した。違法な取引が非常に盛んで、彼らが大規模な輸入に従事しなければならないほどだった。偽のタバコ会社が設置され、島に住むすべての社会層が交通の規制に関与していた。先端は倉庫に収められている良いタバコを、 取り戻すたため北に向かったフランス革命の最中の番での反乱で、夕島に拠点を置いていたフランスはド・シャレット率いる。反乱軍は、イギリスの援軍を待って無駄に終わった。1795年の終わり、アルトア博は、イギリスと同盟する、オートー派軍の代表者だった。彼はシャレットの助けを借りて、フランスに上陸したかったが、600人のイギリス兵は、 上陸した夕島に留まったままだった。その間に共和国軍がシュア塗りを粉砕した。18世紀後半から島民たちはビンチョウマグロの沿岸漁業を始めた。こうしてポール・ジョアンビルは大西洋岸最初のマグロ漁港となった。400人の守備隊を収容できるピエール・レベ要塞が第二帝政時代にかつて高さ7メートル以上のメムヒルがあり、 19世紀には2台の風車があった場所に建設された。この要塞は沿岸防衛のためポール・ジョアンビリを見下ろす高台にあった。要塞は幾度も戦犯を収容した。代表的なのがビシー政府主犯であったフィリップ・ペタンである。彼は1951年に夕島で死去し、島に埋葬された。観光と漁業が主体である。参照元。 1999年まで、イヘス、2004年以降 INSEE 本土と有島を結ぶ最初の海底電信ケーブルは1911年に付設された。主配線盤はポール・ジョアン・ビルだけにある。2013年にはおよそ4500の回線を提供した。これはフランス第三の規模の主配線盤である。ポール・ジョアン・ビルの眺め。ありがとうございます。